生き物はどういう生き物なのか感想を述べてもらったんですね。でも盲目の人たちは象の体すべてを触ったわけではありませんので、全員の感想は同じ象についてのものであるのに話す内容はバラバラでした。鼻を触った人は象とは細長い管のような生き物だと言い、牙を触った人は硬くて鋭い生き物だと言い、耳を触った人は平べったい生き物だと言い、足を触った人は太くて重たい生き物だと言い、尻尾に触った人は縄のような生き物だと言いました。盲目の人たちは自分の言っていることが正しい、他の人が間違っているんだと主張し合ったんですね。確かに自分の触った部位の特徴を的確に表現しているので正しいんですが、それは象の一部の感想であって、象そのものの感想ではないわけです。その盲点に気づかずにお互い他の主張を批判し合うことの愚かさ、虚しさを説いたお話です。例えば人生相談のお話とかスピリチュアルなお話でさえ、みんな言っていることは微妙に違っていたりします。占いとかもそうですよね。こっちの占いとあっちの占い、言っていることは違ってるじゃんっていうことがあるわけです。ですが宇宙の真理とか神様の本質、正体というのは私たちには到底理解が及ばないほど想像を絶する大きさ、広さ、奥深さがありますので、それぞれの主張が違っていても矛盾していてもおかしくはないんですね。物事一つとっても複雑な形をした立体になっているんです。それを常に動きながら捉えていますので、ある瞬間の角度によっては見え方が違ってきたりします。ですから急に主張が変わったり矛盾することが出てきて当然なんですね。自分の角度から見える価値観ばかりを主張するのではなく、他人の角度から見た主張もまた正しいんです。お互い尊重し合って、参考にし合って、初めて全体像、本質がだんだん見え始めてくるものなんです。お前間違っているぞといつも表に出していると、お前の方こそ間違っているぞという流れに必ずなるんですね。自分が認めてもらえないのは他人を認めていないからなんです。他人という存在はもう一つの自分の目でもあるんです。自分の人生は一度に一本しか通れませんよね。そこで他人の存在が必要になります。皆さん手分けして多方面から物事を見つめましょう。そして見てきた感想を私に報告してください。それが他人の存在意義なんです。あなたの意見は確かに正しいんですが、所詮自分一人の視点だけでは到底物事の本質を捉えきれないんですね。基本はとりあえず他人や対象の形を全肯定してあげることです。物事に対してもですよ。お店と同じです。需要があるからそこにお店があるわけです。売っているものにケチつけたりイチャモンつける必要はないんです。あなたが買わなければいいだけですよね。お店があるのは誰かが必要としているわけで、必要ないなら入店しなければいいんです。別に
ですよ。